おはよう。新庄くんだよ。今回はギルティギアストライブのランクマッチをやっていくよ。新庄くん、先日アークさん主催の新横 TV カップに参加したり、公式アンバサダーさんの配信に突したりで、ギルティのモチベがちょっと高くなってるよ。ランクタワーは今9階なんだけど、天井階目指してなんとなくやってくよ。それじゃあやっていきましょう。あ、マッチングしたよ。あ、このキャラはギルティギアストライブ版のダルシム。アクセルとは前にも対戦したことあるんだけど、結構前だからもう覚えてないよ。ニコニコ動画でエータさんがアクセルに苦しめられてる動画を見てから、アクセルはちょっとトラウマだよ、ということで1戦目。っていうか端から端まで届いてない？リーチどうなってるの？あ、このラリアットコマ投げだ。遠距離キャラなのになんでコマ投げ持ってるの？上から何その当たり方？しかも新庄くん画面差しだし。なんで痛い。とりあえずバーストは温存。グツグツする。痛い。下がりながら攻撃できるとかずるい。とりあえず近づかないと始まらないよ。またコマ投げ。中断。きつすぎる。ここ。鉄塔くぐる当たった。ジャージからの、決め打ちダストだよ。ああ、最後当たってなかった。あ、グー投げが出てない。もう勢いで行くしかないよ。まずい流れ。無理。やめときゃよかったのに。確かに。2戦目。この感じ、なんかユーダルシムを思い出すよ。バーストはいいよ。そのバックジャンプ攻撃強いね。前に出たいのに引っかかるんだけど、なかなか近づけないよ。クーブルも潰された。あ、中段立てた。それ強すぎ。沖の対空。ジッパーも当たらないよ。新庄くんの適当チャージが。開幕後 S。なんで差し返しになってるの？アクセルの近づき方がわからないよ。アクセル対策を知ってる視聴者ちゃんがいましたら、コメント欄までお願いします。新庄くん腕カワウソになっちゃうよ。とか言ってたらいい流れだよ。鉄塔くぐる強いかも。え、何それ。なんか絶妙に噛み合わない。鉄塔くぐる、コンボミスごめん。でもまあこの体力差なら。いやー、コマ投げ無理。まずい。中断。ジッパーで無理やり行くしかないよ。やっと1ラウンド取れたよ。もしかして前ジャンプで近づくのありなのかな？鉄塔くぐる。端まで来たよ。前ジャンプ意外とありかも。バーストは呼んでるよ。隠してなかったみたいだけどごめんねー。いい感じかも。あー、グーダはダメだ。ダストは無理。
バースト使えばよかったかな。ここゲージ使ったけど残るよねー。ダスト立たれた。これどうしよう。中断。バーストの抱え置きもったいないよ。あ、相手がランクアップしたかな。対戦ありがとうございました。さて、最後は売券の人だよ。売券はギルティギアストライブ1周年の人気キャラランキングで5位だった気がするよ。外見の溶岩戦の低空中弾が強くて、新庄くんいつも食らっちゃうんだよね。外見は畳からの置き攻めが強い気がするよ。とか言ってたら適当フーブルが美味しい当たり方。あ、投げが。これはバーストしていいよね。痛い。フーブル対策かな？まずい。あ。それ下げ飛びになってるのか。さすがに2回目は我慢。たまらずっちゃん。投げ通った。これ美味しいよ。醤油いいねー。上から来るかな。鉄頭残空。痛い。売券はこの畳重ねからの置き攻めが強いよ。これ売券対策だよ。暴れないねー。あ、タキコパが。ゲージ使わない方が良かったかな。上から結構打ってるから対空したいところだよ。コパ前ファンダイアエクラ。あ、間違ってバースト使っちゃった。それ見えないよ。中断無理ー。もちゅー。たまにはジャンプ。投げからのチャージ重ねて暴れられた。前ハイスラー当てたい。当てたいよー。おもむろダスト。バーストはいいよー。鉄頭残空。あ、キャッチかられた。あれ、ブラックできない。え、なにそれ。なんかネタっぽいことされたんだけど。鉄頭リバサビッカー。ワンチャン。チャージ重なってなかったけど許してね。ね。またいつでもお相手します。2戦目。何その当たり判定。リバサ昇竜投げられた。今度はガードできたよ。あー、サビ飛びだった。これはかなりきつい。助けてー。無理ー。画面端きつすぎるよ。コパコパからおもむろに投げ、暴れつぶしのつもりだったけど相打ちになってるねー。これ美味しい。バーストはまあいいよ。痛い。コパンで止めて、もう一回投げるよ。今度は暴れないねー。前ハイスラー立って、リッパー噛み合わない。ああ。これまずいかも。あ、美味しい。エクラで終わってたかな。まあよしとするよー。
なんか謎のコンボしちゃった。前ハイスラー当たった。これは減るよ。なんで届かないの。しかも残ってる。昇竜で壁割るべきだったよ。とりあえずディッパー、キャンカー。よしよし、なんとか勝てたよ。3戦目。バイケンはダウンさせられると置き攻めが地獄だね。いやー、早速置き攻め。この投げからのタクも強い気がする。地味にロープがめんどくさいよ。痛い。使うしかないよ。とりあえず入れ替え。あ、ゲージ溜まってなかった。前ハイスラー当たって、ブーブル当たってたのにもったいなかったよ。なんで裏に当たり判定があるの。端きついよ。中段立てない。相手にゲージなくて助かったよ。せっかく入れ替えたのに。もうダストでワンチャン狙うしかないよ。なんかコンボミスってるけど、まあよし。もきゅう。上から投げはめっちゃ通るねー。暴れないねー。遅らせ遅ら。なんかめくりガードできたよー。チャージを縦にして、コパコパコパ。ディッパー繋がってないんだけど。投げからチャージだよ。エクラで終わってたかも。昇竜でなかった。今度はめくり。危ないところだったよ。これで火マッチポイントかな。痛い。昇竜投げられた。表ガードかな。表だったねー。あれ、今めくりガードできた。痛い。バイケンはリーチが微妙に長くて戦いづらいよ。端から逃げないと。なんかいい感じに端取れたね。あ、暴れつぶしやっと刺さった。え、対空つぶしかな。これまずい。打つしかないよ。あー、コンボミス。無理やり投げ通ってよかった。今回は私の勝利ですね。対戦ありがとうございました。玉打ち玉打ち。ゲージあるからさすがにパナスよ。鉄砲ディッパー。あ、橋はまずい。昇竜か。ああ、橋つい。あれ、なんか攻撃通ったよ。痛い。何それ言えない。めくり羽じゃん。